脅迫者。結構時間かかったね。もしかしてレインさんも結構話が長いタイプ？レイン様、今は変帝にいないのか。風の中に不穏な怪しい気配が漂っています。次々と蘇る無音句、あまりにも強大な残像、そしてレイン様の不在、あと謎の漂白者。今週はどうなってしまうのでしょうか。その息だ。それに編定、軍作譜、あと研究員にも報告したし、今やれることは全部やった。それにここは交流で今週何千年もの間にいろんなことが起きたけど、みんなの力でここまで来れたんだ。それに頼もしい良き将軍にレイン様と妻子様、私らだっているしね。シカの言う通りです。この3日間漂白者さんには何か計画はありますか。漂白者さん、レイン様に渡された印を見せてもらえますか。なんか思ったより小さいね。特別なところは見当たらないけど。丸っこい。子供の頃に食べたことある。まさに飴玉って感じ。でも今じゃあまり見ないよね。もう流行ってないのかな。懐かしい。これとても甘いんですよね。子供の頃注射が苦手だったのですが、注射を終えた後に看護師さんからご褒美としてこのような飴をもらいました。でも一体どういう意味なのでしょうか。これは小型の日時計でしょうか。太陽の光でできる影から時刻を計測する装置です。しかし一般的な日時計の目盛りは24。季節や月の表示がある場合もあるのですが、この日時計の文字盤はそれとも少し違うようですね。この日時計の文字盤は本来24あるべきの目盛りが十二支によって12に分けられています。それと4つに区分された目盛りに四神獣が書かれていますね。散歩コートには青龍、白虎、朱雀、玄武は天の指令たり、持って四方を正す、王者は吸血、電覚を制する二方をここに取るなりと記されています。一般的に青龍は東方、白虎は西方、朱雀は南方を表し、玄武は北方を表すのですが、時間と方位を示す日時計、しかし日時計は実際の時間とは多少ズレがあるものですし、太陽光がなければそもそも使えません。わからん。この葉っぱの色変わってるね。なんて名前かは知らないけど、もしかしたら何か感知できるかも。無理でした。気のせいだったかも。いえ、本当に私の気のせいです。私にもこの葉っぱの名称は分かりません。ごめんなさい漂白者さん。これはマンゴスチンですね。今週では輸入品しか手に入らないのですが、近くの市場で売っていますよ。ですが常に販売されているわけではありません。今週はしばしば残像潮が発生し、戦闘も頻繁に起こる場所なので、そういった交易路が遮断されてしまうことがあるんです。これらの印、特に飴玉に対しては私もしかも子供の頃の思い出がありました。漂白者さんはどうですか。飴といえばお菓子。お菓子のことなら今週の子供が一番詳しいんじゃない。だよね。白子も研究員で待ってるから。
同じのは持ってないけど、これならあるよ。美味しいからあげる。レインのお姉ちゃんが言ってた、今週の客には優しくしようって。過疎研究員までまだ距離があるね。ここは私と勝負だ。もちろん走りでな。前に常備機能をインストールしましたよね。その中に探索モジュールという項目がないか確認してみてください。な？な？まずはデバイスにある探索道具を選択して、そんで鍵縄を選んでおけばいいんだって。翼の英雄を目指すんならこういった技も身につけないとな。早速。ちょっと待ってね。何かあったみたい。うん、聞いてるよ。いつ行方不明になったの？大丈夫、焦らないで。すぐそっち向かうから。あ、仕事のこと忘れてた。もう時間やばいじゃん。ごめん、これから仕事に行かないと。終わったらまた合流しよう。何か急用があったら私の名前を大声で呼んで。さすればこの翼の英雄が颯爽と舞い降りる。名前を呼びながらデバイスで私にメッセージを送ればいいよ。すぐにすっ飛んでいくからってこれ以上食べてたらさすがにまずい。もう行くけど二人で大丈夫？何かあったらすぐ知らせて。はいはい、行ってらっしゃい。私がいるから何も問題ありませんよ。漂白者さん、中へどうぞ。返信はないですね。実験中でしょうか。そちらにいる方は安全課所属の黒石武器の専門家モルトフィーさんですね。以前白石から聞きました。白石を呼んでもらおうと思ったのですが、今はちょっと間が悪かったですかね。試作モデルについて。本当に聞かなきゃいけませんか？どうした？何か私にできることでも。ございますか？私は骨の髄までしゃべり尽くそうとする資本家になど加担したくありません。しかし他の人は立場上反論しづらい。なので彼らには自分の研究に専念させ、私一人でまとめてそれを処理すれば多少は効率的かと。君たちは？モルトフィーさん、私たちは喧嘩を売りに来たわけではないんです。私たち白氏の友人でして、彼女に用があってですね。なるほど、そういうことでしたか。お気を悪くさせてしまいすみません。いえいえいえ、とんでもないです。約束もなしにお邪魔したのは
私たちの方ですので。白紙さんならデータ分析室にいるはずです。しばしお待ちを。呼んできます。ありがとうございます。この方が安全課のモルトフィーさん。ネオユニオン出身の方で、数年前から過疎研究員に勤めています。科学研究においてとても造形が深い方なんですよ。先ほどのように怖い印象を受けることもありますが、本当は思いやり深い方だと聞いています。シカの話によると、モルトフィーさんは子供たちの間では大人気だそうです。何でも子供たちの要望ならどんなおもちゃでも作ってくれるとか。来ていたのね。分量谷のサンプリングデータなら現在分析中。本日中には結果が出るわ。漂白者の身体検査用の機器についてもすでに手配済みよ。それで変帝への旅、何か成果はあった？略氏はどう思います？飴玉については多少分かっていることがあるようだけれど、まだ検証の余地がありそうね。可能であれば全ての印に対して構造の破壊を除く検査と測定を行うべきよ。データは嘘をつかないから。日時計以外は反響下で検査と測定ができるわ。測定には放射線測定機器を用いるから、黒石研究の責任者へ申請を出しましょう。彼が黒石研究の責任者の一人よ。ここで待ってて。何か注意事項があればあらかじめご説明を。これより対象物の回収および約20分間の測定を行います。結果と分析の報告を行う場所は、部屋を出て右に曲がったところの測定室です。時間になりましたらそちらまでお越しください。特に変わったものはないようですね。君たちは幼い頃にこの飴玉を食べたと記憶しているようですが、私には見た覚えすらありません。ええ、私はネオユニオンの出身です。これは交流特有のものということですか？私は看護師さんにこの飴玉を渡されました。病院での出来事、もしかして？おそらく何かしらの薬物ね。飴玉の形にすれば子供受けがいいということでしょう。白紙さん、交流人の研究員であるあなたならとっくに見当がついていたのではないですか？それでも検証は必要。成分の分析報告とデータがないと結論には至らない。そうですね、私も同意見です。ならばデータを持って推測を検証しましょうか。検査と測定には時間がかかるわ。他に用があればそっちを優先して、結果が出次第また連絡する。漂白者さん、研究員で待ちましょうか？別にいいけど、後で私のところに来て。身体検査があるから。検査機器は全て調整済みよ。これからあなたの身体状況と共鳴周波数における異常の有無を検査する。準備できたら始めましょうか。始める前に何か聞きたいことはある？サンプリングデータによると、あなたが倒した残像は怒涛級以上のものよ。そしてその周波数エナジーを自分の肉体で吸収したことも目視で確認できた。残像は危険度に応じて脅威を示すレベルが設定されている。判断基準は対象の周波数の含有量。それが高いほど残像の力もより強くなると一般的に考えられているわ。弱い順に水風級、巨浪級、怒涛級、津波級、そして規格外の明式というふうに区分される。始める前に何か聞きたいことはある？ヤンヤンから聞いた伝説以外
少なくとも私は聞いたことがない。でも見方を変えると、あなたの身に起こっていることを解明すれば伝説の信憑性を証明できるということになる。準備できたら始めましょうか。無感謝を再現してみて。お、なるほど。加えてあなたのデバイスに無感謝のデータはない。あなたの体が無感謝を吸収したという推測と辻褄が合う。無感謝の周波数エナジーはあなたに飲み込まれた。跡形も残らずにね。でもその仕組みはさっぱりわからない。まるであなたの体の中に周波数エナジーを吸収する機構が別にあるみたい。化け物の定義がわからないけれど、一般的に周波数エナジーの異常がもたらす危険といえばオーバークロックと呼ばれるものがある。共鳴者の精神と能力に過負荷が加わることによって引き起こされる症状。要は周波数エナジーの漏洩よ。でも交流ではオーバークロックのリスクを個人単位で検知する体制が整っている。あなたの波形グラフは高い安定性を示した。今まで見た誰よりもね。したがってオーバークロックのリスクが極めて低いと言っていいわ。だからしばらくはそのリスクについて考えなくても大丈夫。端的に言えば、あなたの体にはもう一つの空間、あるいは生き物がいる。空間も生き物もただの比喩表現、それか推測に過ぎない。もし本当にそんなものがあれば、ぜひとも研究してみたいものね。研究に値することが多すぎてあなたには興味が尽きないわ。どうやら実践で検証するしかないようね。そのまま動かず、デバイスをしっかり握りしめて。が作った疑似ソノラ、私とヤンヤンがサポートするわ。いつも通り残像と戦ってみて。これも音の力ね。融合。やっ。これも音の力ね。うどんと同じ。あなたの体に無感謝の影響は見られない。至って正常よ。より詳細なデータが欲しい。次はもっと負荷をかけるわよ。これもあなたの共鳴能力ではないみたいね。あなたの可能性はまだまだ未知数。さらなる検証が必要ね。これも音の力ね。この身を刃に。風華妙乱。行くよ。この身を刃に。我が剣の刺す先に。あるよ、雪を溶かせ。はい、データ回収完了。前方の出口から戻ってきて。ふっ。聞こえる。通信が急に途絶えた。どうも様子がおかしい。もう一回出口に行ってみよう。また戻ってきた。それにこの月は一体。あれは残像？
漂白者さん、はあ、よかった。白氏、さっきのは一体、急に通信が切れるなんて。漂白者、疑似ソノラで何が起こったの？もっと詳しい情報が欲しい。その月の特徴は、今週で起こったある戦い時点のものと似ているわね。これは疑似ソノラの稼働開始後初めての事例よ。ソノラは特定の場面を完全に再現できる。客観的に、いいも悪いも全て。そして研究員が開発したこの疑似ソノラは、ソノラと同じ構造的特徴を持っている。これが異常周波数の混入を防げない理由。つまり可能性として考えられるのは、あなたが異常周波数に影響を与えた張本人ソノラに入った時のあなたの心境、もしくは記憶が反映され、ソノラ自体が再構築された。どうもあなたの内面に関わる部分が多いよね。ソノラに発生していた異常が漂白者の無意識と共鳴したのか、それとも元から漂白者の無意識でできていたのか、すぐに結論を出すことは不可能ね。ソノラの動作確認は改めて行うわ。とにかく身体検査だけ見ればあなたは健康そのもの。全項目の指標が規定値を満たしていた。でも何か異常を感じたらすぐ私に連絡していい？過疎研究員所属、白氏よ。この出会いの意味を見せてもらいましょう。あなたが悪事に手を染めない限り、この刃と相対することはないでしょう。漂白者、久方ぶりね。これからしばらくの間護衛役を担当させてもらうわ。
な依頼、俺一人で十分だ。この花をあげます。はい、笑って。預かっていた日時計をお返しします。モルトフィーさん、測定の結果はどうでしたか？結論から話します。この中は空洞です。ほら、軽く叩くとそれっぽい音がするでしょ。またこれは精巧に作られた春房という補助継ぎの機構であるということも分かりました。他に機器の測定結果から判明したのは、空洞の中に小さな巻物のようなものが入っているということです。ただし今はあるパーツが欠けています。適合するパーツがあれば、表にある2つの回転盤らしき構造を動かすことができるでしょう。機構術は私の専門ではないのですが、根底にあるものは私の専攻である黒石武器とある程度共通しています。これが黒石武器であれば、測定に20分も要しませんよ。とにかくパーツを取り付けて正確な位置まで回せば、からくりが解除されて中にあるものを入手できるはずです。ですが、パーツがどのような構造をしているかまでは解明できませんでした。あの人に聞くまでもありません。私に任せてください。時間さえあれば何とかしてみせます。着信が入ったので少々お待ちを。どうされましたか？耳が早いですね。ええ、確かに美しいデータですね。いいセンスです。そこまで言うのであれば。漂白者さん、なんだかモルトフィーさん顔つきが柔らかくなってませんか？やっぱり情に熱い方なのですね。まだ組み立てのお願いはしてないのに。完成までもうしばらくかかるみたいですね。漂白者さん、少し時間を空けてまた来ましょうか。君の言う通りですが、とっくに知れたことです。うん、それは考えていなかったですね。君のアトリエ、あの足のやり場もない場所ですか？そこまで言う必要があります？まあいいでしょう。お待たせしました。日時計の話に戻りましょう。この日時計の内部には二重の入れ子構造が仕込まれています。つまり
欠けたパーツを同時に2つの層にはめる必要があるということです。また全体の状況も考慮に入れると、入れ子の溝を埋める指針に下向きのオートロックを追加する必要があります。設計図は私が作成します。組み立て用のパーツは総理のアトリエにあります。すでにそちらへは連絡してあるので、取ってきてくれますか？さっきお話しされていた方ですか？もしかして総理さん？ええ、私一人でも解決できるのですが、彼の助力のおかげで時間を短縮できたという事実は否定できません。彼が九段の気功術研究の筆頭であり、首席研究員まで上り詰めた男です。群がる雑物の魔境、万物をも飲み込む研究員の沼です。その危険性は悲鳴前の前人未到の原生林にも及び、理性ある文明人に見境なく殺意を放ちます。では漂白者さん、行きましょうか。あれだけ言われたので、かなり覚悟をしてきたのですが、モルトフィーさんが言うほどひどくはないような。まあ確かに立つ場所に困るという点はその通りでしたけどね。多分これですね。重そうです。さあ、モルトフィーさんのところに持っていきましょう。漂白者さん、漂白者さん、そこにパーツの箱はないですよ。モルトフィーさん、パーツの箱を見つけました。どれどれ。こちらも検査の結果が出た。このマンゴスチンは何の変哲もない普通の果物よ。このままでも食べられるくらい普通の無毒無害なものだった。紫の葉っぱの方は非常に軽微な残像周波数が検出された。それに相殺されていて見えづらいけど、二つの周波数が共存している。どちらも滅多に見かけないものよ。また検出された周波数は拡散状だったので、残像の接触による残留の可能性は極めて低い。普通の葉っぱでもなく残像の擬態でもない。過去のデータを照合すると会食の影響を受けた地域のものと推測できる。会食は悲鳴後に発生した異変に対する総称です。無音孔をはじめ
天空海、疎開雨、重力喪失、在りし日には起こり得なかった異変のことを解釈現象と呼びます。そして悲鳴は全ての異変の元凶となるものです。飴玉については成分分析で飴ではなく蛍光のワクチンであることが判明した。このタイプのワクチンは低温保存したところでせいぜい2年しか持たないのだけれど、これは期限切れから20年も経っているわ。20年も前のワクチンですか。この飴玉、20年ほど前に本州で子供たちの間で流行した疫病と関係しているのではないですか。飴玉タイプのワクチンなら院内の公衆資料室にはアーカイブがあるはず。でもあそこは資料の分類方法が特殊だから、先にロビーにある情報デバイスで棚を調べてから行った方がいいわ。モルトフィーさん、組み立て完了。これが日時計の元の姿です。もう回せますか。はい、正しい方位と時間の情報を入手し、指針をそれに合わせればからくりが解除されるはずです。知士と師匠、転換知士は交流特有の数詞ですね。主に歴法や算術、順序を示す際などに使われていましたが、今ではあまり使われていません。一体これで何を伝えようとしているのでしょうか。命名規則ね。これは高蘭類書の構築にも使われた、古から伝承された伝統的な方法だから、今でも交流の大多数の図書館で分類や索引に採用されているの。類書とはデータベースのことです。一般的に高蘭類書は交流のメガデータベースの中枢を指しますね。院内の公衆資料室でも十二支を用いて資料の分類をしているわね。行こう。ありました、羊の列です。う、たつ、み、馬、羊。漂白者さん、この列です。写真が2枚ありますね。
今週が一行政区画として設置されたのも羊年ですよね。数光子前の羊年で、確か変帝と過疎研究院の竣工も同じ年だったと思います。今週は雲領谷の戦いをきっかけに設置されました。記述にのみ残されたあの強大な残像、無感者によって引き起こされた戦いです。漂白者さん、飴玉の情報について。悲鳴のあと、人々の暮らしは日に日に厳しくなりました。そのせいか、幼い頃に味わったあの甘味は今でもよく覚えています。その疫病は共鳴者であるかどうかに関わらず、子供が感染すると最悪の場合死に至るというものだったそうです。またちょうどその時期に発生した残像潮によって外部との連絡が断たれるという事件もありました。当時の人々は資料に残る数字とわずかな説明からは想像もできないひどい苦痛を味わったのだと思います。自分の子供を臨床試験に使うなんて、もし失敗でもしたら、先駆者たちのおかげで私たちの立つ今があります。そのことを決して忘れてはいけません。仮に飴玉がこちらの資料に導く手がかりだったとして、レイン様が伝えようとしていることとは一体何なのでしょう。漂白者さんの記憶や身分に関係しているのでしょうか。それとも漂白者さんは今週の人ではありませんが、あなたがいた場所でも似たような出来事があったのかもしれませんね。なるほど。そのように考えると、飴玉に関する情報はただの通過点であり、羊の列に並ぶ他の項目に漂白者さんの情報が隠されているという可能性もありますね。漂白者さん、飴玉の情報について。今週は一番最後に設置された州です。黄竜を南北に貫く雲領山脈には関所が設けられており、一定五州は関の内側こと関内にあるのに対し、今週は関外の地にあります。また今週は雲竜谷の戦いがきっかけで設置された州です。本来北楽野原にあった残像町の進行ルートは一定でしたが、無感者の登場によってそのルートが変わってしまったという経緯があります。無感者とは戦争そのものの具現であり、戦死者の怨恨と生き延びた者の恐怖から生まれたとされる残像。残されている資料は少ないのですが、一部の研究者は名式と関係しているのではないかと推測しています。名式は簡単に説明できるものではないので、今は最強の残像と思ってください。私たち人類はそれに抗うために名式戦争を起こしました。資料にある無感者の記述は前に雲領谷で遭遇したあの強大な残像と非常に似ています。また核もその戦いに姿を現しています。漂白者さん、飴玉の情報について。今分かっている情報は羊だけ。これだけではからくりを解除できません。おそらく方位の座標も同じように他の印に隠されているのではないでしょうか。漂白者さんはどう思いますか。私は着任式典で遠くから見たことはありますが、それ以上の付き合いはありません。なのでレイン様の人柄に対しての評価はできないのですが、少なくともレイン様の着任後、彼女が実施した政策のほとんどが明確かつ実用的なものだったかと思います。先を見通した施策はいい意味で年不相応と言えます。あまりにも腕がいいので三次の調理が意見したのではと噂されるほどです。三次とはレイン様の補佐参謀役です。調理様の場合少々特殊な事情もあるのですが、かつてはレイン様の死で
中世省で長州を務めた後、今州への赴任を望んだと言われています。調理様は熱心であるという風説もちらほら流されて、回りくどいという評判も多く聞きますね。日時計のからくりを解除するための情報は、飴玉の手がかりを追うことでその一部を手に入れることができたというのが今までの流れだったね。つまり一つの印から複数の目的地へたどり着くことも可能。また一つの目的地で重要な情報を複数入手できることもある。レインが私に会いたい理由は、伝えたい情報があるから。私が彼女に会いたい理由は、知りたいことがあるから。しかし彼女の伝えたいことと私の知りたいこと、この二つが同じとは限らないし、印から得られる情報はどちらにもなりうる。幾重にも絡まる情報の網は私たちを迷わせた。彼女の時間が限られていたため、一部の表面的な情報しか用意することができず、答えへの道筋が不明瞭になってしまったか。あるいはこれまでの調査は全て彼女の手のひらの上の出来事であり、簡単に入手できた情報が実は偶然情報にたどり着いただけのものは、それを読み解くことができない。つまりこれらの情報自体が答えを守る防壁となっている。ヤンヤンなら伝えたい情報を伝えたい人に届けるためにはどうする？私なら強調します。本当に伝えたい情報を何度も仕込むようにして。お仕事を終えた私が来た。どう？漂白書の体の具合は。白紙によると健康そのもので異常はないんですって。印についても少しずつ分かってきたところです。至って普通の一日だったね。強いて言えば、チンピおじが長さんちの猫とぶつかって転んじゃったとか、ワンちゃんが通行人に吠えるって苦情があったからちょっと行ってみたとか、あと失踪届が一件あったかな。ちょっと調べてみたけど、どうもあんたとは関係ないみたい。明日直接届出人のところへ行っていろいろと聞かなきゃ。そうそう、あんたのデバイスも検索したけど、やっぱり引っかからなかったね。履歴にあったのは今日一緒に登録した一件だけで、そんなこんなで退勤時間になったってわけ。そっか、そんなにつまんなかったのかって、それ普通の生理反応じゃん。まあでも美味しいもん食べに行くって約束したしな。明日私の出勤前にみんなでパンファ食堂に行こっか。あの漂白者さん、今夜泊まる場所はありますか？完全に大物扱いされてるじゃん。もうこのままダラダラしてたら朝になっちゃうよ。今日は漂白書を部屋まで案内して、あとは明日の私たちに任せよう。
行こう。フォトンシンセシス。